ということで、いつもハウスに入ってもらってたんですが、今回初めてパパの散髪中にココをフリーにしてみました。小さい頃はね、リビングで自由に行ける範囲も制限してたり、台所もね、出禁だったりしたんですけれども、それをね、実際自由に、いざフリーにさせてみた時に、何も問題がなかったりしたので、今回ね、散髪中もやってみようということで、ついに踏み切ってみました。最近はね、実は夜もね、一緒に寝るようになってしまったんですよ。パパがね、パパが仕事から帰る時に、私が先にね、お風呂入る時もあるんですけど、そういう時も、もうココには自由にしてもらってるので、これで、ココがハウスしてる時っていうのは、もうあとは、日々の食材の買い出しとか、そういうお留守番の時だけっていうことになりました。家にね、私しかおらん時に、初めて私のお風呂の時間にね、ココをフリーにした時はもう、さすがにやっぱり大丈夫かな、もうリビングでなんかしてんちゃうかなって心配したんですけれども、やっぱり、ココへの信頼っていうのがね、結構もう十分深いなって思ってたので、それでちょっといっぺん試してみようと思って試してみて、そしたらやっぱり問題なく、ドアのね、お風呂のドアの前で、じーっと伏せて、私が出てくるのとか待ってくれるんですね。だからすごいなと思って、多分今こうしててほしいっていうのは、コマンドを出さなくても、結構案外伝わるもんやねんなっていうのを、最近実感しています。多分ね、ココがっていうよりは犬っていう生き物が、すごい空気読めますし、洞察力もあるし、こっちの、人間側の思いとかも、しっかりこうキャッチしてくれるっていう、そういうことなんやろなっていうふうに、最近は考えています。で、現実的にですね、ちょっとどうしてもハウスしててなっていうこともあるんで、 100% っていうのは無理なんですけど、私とパパが目指してるところっていうのが、ココの24時間ケージフリーっていう状態なんですね。今はね、トイレとかも、したくなったら勝手にトイレ行って、終わったら戻ってきてっていう感じで、ほぼええかと思えるような感じで日々過ごせているので、このスタイルがね、なんとか生涯続けばなというふうに思っています。うちは
転勤族なので、まあ、この先ここも引っ越しを経験することもあると思うんですね。そして環境が変わった時に、まあ、どうなるのかとかね、まあ、そういったことも考えることがありますけれども、この今なんとか落ち着いた状態なので、まあ、この状態のままね自由に過ごしていってほしいなっていうふうに思っています。ちょっとおしゃべりしたい気分だったのでお話が長くなってしまいました。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。じゃあまた。